やりすぎた敵たち。 SAO はかっこよくて可愛くて強い、誰もが好きになる魅力的なキャラがたくさんいますが、一方で何がどうあっても好きになれないクズいキャラたちもいますよね。こんな顔してる奴ら、その衝撃的でヤバい行動に怒りのあまり視聴中のスマホを思いっきりぶん投げた人もいるんではないでしょうか。まあ僕なんですが、ただヤバい行動だけを見ていくのは SAO の美しさが大好きな僕のチャンネルっぽくないので、そのサイコパスの裏側にある過去だったり背景だったり同情の余地があるキャラはちょっとだけ救済します。これもまた SAO の醍醐味であるトラウマを与えた敵たちでは参ります。クラディール、血盟騎士団副団長アスナの護衛、 KOB であること、アスナの護衛であること、それを誇示するかのようなセリフからわかるようにそのポジションに執着しすぎた男、監視の任務についておりましたとか、真顔ですんごいストーカー発言もありましたね。そんなご終身のアスナのそばにいる特権がキリトに取られて、さらにはデュエルで武器破壊までされて、注目の中散々に任された。それはクラディールに絶対に殺すと不快像を植え付け、キリトが KOB に加入してすぐのとある訓練の時、麻痺で無抵抗にキリトを殺そうとした。その後アスナが神速のごとく駆けつけてくれて、なんとか助かったわけで、でもそんな困難があったからキリトとアスナは結ばれたわけですし、結果オーライではあって、ある意味クラディールは恋のキューピッドをやってくれたわけですが、あの人に剣を向けている時の狂気はイカれていましたね。これと同種が集まったラフコフってやっぱりヤバいなって思いました。菅生信行、キリトを前に婚約をひきらかし、アマツさえアスナの髪の毛を嗅いだ、この菅生の鮮烈なデビューを忘れた人はいないでしょう。レクトのフルダイブ技術部門主任、その大層な身分の裏側で菅生がやっていたのは、人の思考、感情、記憶を自在に制御する人体実験。その実験を完成させて、レクトもろともアメリカの企業に売っちまおうと黒いことを考えていて、鳥かごに囚われていたアスナも、記憶の操作を脅しに逆らうことができなかった。しまいにはあの伝説のシーンですね。オベイロンという管理者アカウントを使ってキリトの動きを止め、アスナを恥ずかしめた。ここで話された菅生のセリフ全てが非道を極めていて、こんなことで傷つけられたりしないと最初は強いセリフで返したアスナも、途中からは心が折れていたようにも見えました。結局菅生はヒースクリフのアカウントを使ったキリトにぶった切られ、現実世界でも返り討ちにあって警察に捕まりましたが、菅生が落ちてしまったのは茅場明彦への嫉妬。個人的に菅生は天才に埋もれた秀才だと思っているんですが、茅場と競わされて下にいて負け続けた人生、天才茅場明彦への嫉妬が金も地位も全てを手に入れたいという底なしの上を生み出し、 ALO 事件を引き起こしたという感じで、見方を変えればちょっとは同情もしそうですが、どうですか皆さん。僕は無理でした。新川教授、シノンを GGO に繋いだ同級生といえば聞こえはいいですが、その実デスガン事件の首謀者新川くんが GGO でプレイヤーを撃ち、兄の翔一赤目のザザが現実世界で息の根を止める、そんなトリックの事件でしたが、第3回バレットオブバレッツに限っては役割が逆。兄といえど他の誰かにシノンを触らせたくなかった新川くんは現実世界の実行役を買って出た。しかし第3回バレットオブバレッツはキリトとシノンが同時優勝、ターゲットだったシノンも無事に終わったわけですが、大会前に告っていた新川くんはその返事を理由にシノンの部屋を訪れる。そこで明かされたのはシノンへの束縛、 GGO に全てをかけていたこと、自らがデスガンであること、そして禁止管材の注射器をシノンに向ける。それからあの伝説のシーン、口の端からは泡立った唾液が垂れ、目の焦点が合っていない新川くん、このシーンこのチャンネルの中でも結構いじってますが、何度見てもヤバいですね。新川くんがシノンに執着したのは銃で人を撃ったことがあるから。そのシノンだけが持つ最悪の過去に惹かれ、歪んだ思いでシノンに近づき、最後は一緒に死のうとしていた。結果キリトが助けに来て事なきを得たわけですが、新川くんが落ちてしまったのは医者の親と受験のプレッシャー。ファントムバレットの序盤で語っていた勉強は問題ないと言っていたのは嘘であり、この時も現実を諦めている、だからプロがいる GGO で強くなろうと自分の時間を使ってきたのに、育てるべきステータスを誤ったせいで GGO でも勝てなくなった。そんなプレッシャーがシノンの命を襲う事件にまで発展するわけですが、シノンにとって新川くんは救いでもあったと思うんですよね。あれで心底新川くんを嫌ったのなら、その後何度も面会に行ったりしない。なので個人的にはシノンが前向きだから、新川くんにも更生の機会があってほしいと思っていて、この動画の中で唯一この先もうちょっと見たいキャラですね。ライオスとウンベール、剣の学びや北セントリア定律集権学院、キリトとユージョと同じ代に首席と次席だった剣士、そして上級貴族。アンダーワールドは封建性が根深いので、上級貴族はとことん威張るし、さらには禁忌目録の抜き道を見つけ、何かと嫌なことをしてくる。そっちから絡んできたのに、デュエルで引き分けたら根に持って、しまいにはとんでもないことをやりましたね。そば付きのフレニーカにはしょうもないセクハラをし、それに切れたロニエとティーゼには、貴族採血権なる上級貴族の特権を使い、あんな悲惨なシーンが起こった。
すべては友情を狙った罠だったわけで、してやったりと言わんばかりに友情の前でロニエとティーゼは恥ずかしめられる。本当に友情が右目の封印を破ってくれてよかったね。結果ライオスは命を落とし、ウンベールは両腕を失い、しかるべき報いを受けた。ライオスとウンベールがここまで腐っていたのは、現実世界から悪意を持ち込んだ人間がいるから。それはもう少し後にも触れますが、そいつがアンダーワールドに悪意に育つエゴを持ち込んだから、ライオスとウンベールだけでなく四帝国の皇帝たちも腐っていたし、神にすら届いた化け物アドミニストレーターが生まれた。なので全部こいつのせいなんですが、剣の学び屋で起こったあの事件を見るなら、やっぱり悪いのはライオスとウンベールで、この動画で紹介されてもおかしくはないですね。チュデルキン、氷協会元老院、元老長チュデルキン。その肩書きを聞くと大層なもんですが、元老院はチュデルキン以外、あの自動化された人たちなので、実態は中身すっかすかのハリボテ組織。そんなチュデルキンでも、新生術においてはアドミニストレーターに次ぐナンバー2だったわけで、片手で素因5個を作ることができたら達人の域と言われる中、両手両足両目まで使って22個素因を作っていたのはさすがだなって思いました。秒殺だったけどね。こいつがクズいなって思ったのは、剣士たちが誇りをかけた戦いを踏みにじり、永遠の命に悩む聖豪騎士と記憶を消されたくないと泣きじゃくるアリス・ツーベルクを嘲笑ったこと。アドミニストレーターを絶対的な主とし、それ以外はまるでおもちゃだと思っているかのようにバカにした態度や行動が嫌味なキャラでしたね。ただ個人的に面白かったのは、キリとユージをアリスと戦うとき、勝ったら一発やらせてくれとアドミニストレーターに土下座したシーン。その時のキリトたちが勝負の緊張感とか忘れてガチで引いていたのがツボでした。ヤダイ、ラースの研究員でありながらアメリカ企業のスパイであり、グロージェンの戦闘員たちをオーシャンタートルに招き入れた。言うなれば現実側の戦い、アリスの奪い合いを生んだ元凶ですね。元々はスゴーの部下であり、アスナにやらしい触手プレイをしたナメクジ研究員の片方だった。あの通路でアスナとすれ違った時のニヤッとした口元、後から見ると恐怖でしかないですね。そしてアドミニストレーターに取り込まれた神、本来上位者であるはずの現実世界の人間が仮想世界の AI に取り込まれる。これは柳井がバカをやったんじゃなくて、アドミニストレーターが怖すぎるとある意味称賛すべきでしょう。アンダーワールドに暦が生まれた時からおよそ380年生きた知性、惑わす話術は友情を聖護騎士に変え、美な体にチュデルキンは土下座をし、きっと柳井もアドミニストレーターの魅惑に取り憑かれた一人なんでしょう。現実サイドからコード871を仕掛け、近畿目録と上位者に逆らえないアドミニストレーターが望んだ通りに普遍の世界を作り上げ、武装集団に襲撃されるまでラースの研究を遅らせた。ちなみに最初は赤ちゃんのコピーだったアンダーワールドの AI たちを育てた原初の4人、その一人がおそらく柳井であり、ライオスとかウンベールとかの上位貴族が生まれたのも柳井のせいですね。しまいにはキリトの命がかかっている瀬戸際で、日傘さんに銃を向け、死んでいいよあのガキはと、このセリフもひどかったですね。柳井もまた自分の欲で動いた救いようのない敵キャラで、被害者の規模を見たら SAO 全体でもトップクラスにやらかしてくれたキャラですね。ガブリエル・ミラー、アリスを奪うべく、オーシャンタートルを襲った武装集団のリーダー。癖の強そうなメンバーたちが喧嘩をしても一言でその場を収め、ベクトルを任務に向かわせる。その様子に圧倒的なカリスマ性を感じましたが、魂を捕まえたい、味わいたいという理解しがたい欲求を持つとんでもない異常者。幼馴染の女の子、アリシアを殺めて知ってしまった、美しくも儚い人の魂の輝き。そんなガブリエルにとって、魂を読み解く機械の STL は夢のような機械であり、企業間の依頼仕事なのに、アリスと STL を自分だけで独占しようとしていた。 SAO の原作にはアニメにはない、もしあの時ああだったらという異譜展開がたびたび描かれているのですが、もしアリスがガブリエルに連れて行かれていたら、アメリカには帰らずオーストラリアにアリスと STL を隠し自分だけのものにする。その後 GGO で戦ったしのデスゲームで生き残った攻略組、とにかく強くて貴重な輝きを放つ魂を集めて図鑑を作るかのようにコレクションにしていく。その中でも汚れを知らない純潔の魂、アリスは妻にするというヤバいところじゃないサイコパスな話になっていたわけですが、きっと甘いだろうとアリスの魂を想像した時のガブリエルがこんな顔。さっきのカリスマ性とか言ったの恥ずかしいから撤回したい。ただそんなガブリエルに好きな設定があって、アニメ放送時の名物だった川原先生によるツイッター解説で言っていた設定なんですが、ガブリエルはキリトにとって何一つ過去に関わりのない敵だということ。直前まで戦っていたプーなんて因縁だらけですから、目の前の戦いと同じくらいにアインクラッドから続く過去とかに注目してしまいますが、アンダーワールド対戦のラストバトルはそれまで情報が一切ない目の前の敵を倒す純粋な戦いが見れたわけで、このガブリエルの設定は結構好きです。以
技場がやりすぎた敵たち、思わずスマホを投げてしまうほど戦慄した敵から7戦でした。いかがでしたでしょうか。こんな敵たちがいるからこそキリトやアスナに感情が移るし、もっと好きになると思うんですよね。だからまあ SAO の物語を面白くしてくれてありがとうと最後は感謝をしておきます。余談ですが、敵キャラ紹介なのにもっと重要な人物がいるはずなのに今回は取り上げませんでした。かやばきひこ、アドミニストレーター、プーあたりかなと思うんですが、まずかやばきひことアドミニストレーターは最終的には敵という感じがしない。確かに命をかけて戦うシーンもありましたが、それ以上にキリトたちに与えた価値観は大きくて、やっぱ作中の描かれ方が綺麗だったからですかね。アドミニストレーターの意思がアリスに継がれていたのも良かったですね。プーについては敵キャラの中でもちゃんと過去を見せてくれたキャラだったし、アインクラッドから最も長く付き合ってきた敵なので、なんか嫌いになれない、愛着すら湧いているキャラなので、かやばきひこ、アドミニストレーター、プー、それ以外の敵たちもいずれまたどこかで動画の中で触れたいと思っています。今後もソードアートオンラインに関する動画をアップする予定です。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。